マイラ・アギアルダ・シウバは、ブラジルのリオグランデドスル州、ポルトアレグレ出身の女子柔道選手。ブラジル柔道界でも非常に人気のある選手の一人でもある。柔道は6歳の時に始め、2000年、シドニーオリンピック銀メダリストのティアゴ・カミロらが所属する道場に通っていた。2006年にブラジル選手権 70kg 級に出場しいきなり優勝、翌年のワールドカップで国際大会デビューを果たし銅メダルを獲得した。2007年のパンアメリカン柔道選手権大会では銀メダルに終わる。2008年のワールドカップワルシャワで国際大会初の金メダルを獲得した。しかし、同年末に右足靭帯を損傷する大怪我を負い10ヶ月間のリハビリを余儀なくされた。2009年から 78kg 級に階級を上げ復活。大舞台の2010年世界柔道選手権大会では見事銀メダルを獲得したが、2011年の世界選手権では3位に終わった。2012年のワールドマスターズではオール一本勝ちで優勝を果たした。2012年7月のロンドンオリンピックでは準決勝でアメリカのケイラ・ハリソンの前に敗れるが、3位決定戦ではオランダのマリンド・フェルケルクに勝って銅メダルを獲得した。2013年の世界選手権では3位だった。2014年の世界選手権では準決勝でハリソンを技ありで破ると、決勝でもフランスのオドレー・チュメを技ありで破って優勝を飾った。2015年のパンアメリカン競技大会では決勝でハリソンに敗れて2位だった。ついで世界選手権では3回戦で、ポーランドのダリア・ポゴルゼリツから技ありと有効を取られて2連覇はならなかった。母国開催の2016年のリオデジャネイロオリンピックでは準決勝でフランスのチュメオの前にシドニーで敗れたが、前回に続いて銅メダルを獲得した。オリンピック以降最初の国際大会となる2017年のグランプリカンクンで優勝した。2017年の世界選手権では準決勝で佐藤瑠香を技ありで破ると、決勝でも世界チャンピオンの梅木真美を技ありで破って3年ぶり2度目の優勝を果たした。寝技が弱点だったために、柔術の師範から週3度ほど防御を中心に稽古を積んだという。組手の強さも相まって、決勝では寝技師の梅木に寝技に持ち込ませなかった。2018年の世界選手権では3回戦で中国の馬振明に技ありで敗れた。2019年にはグランドスラムデュッセルドルフとパンアメリカン競技大会で優勝した。東京で開催された世界選手権では準決勝でフランスのマドレーヌ・マロンガに敗れて3位だった。7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは準々決勝で世界チャンピオンであるドイツのアンナマリア・バーグナーに技ありで敗れるも、その後の敗者復活戦を勝ち上がって、オリンピック3大会連続で銅メダルを獲得した。IJF 世界ランキングは6239ポイント、獲得で1位。70kg 級での戦績、78kg 級での戦績。ありがとうございます。